じゃあ、えー、1時30分の、えー、経験主義と臨時講で学園祭運営チームを幸せにしたった、えー、斉藤浩樹さんの、えー、発表になります。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず自己紹介から始めたいと思います。浩たんと言います。大学4年生です。 アジャイル開発経験が2年目になります。今日はあの手話を使って、まあ手話を使ってコミュニケーションをすることが多いです。よろしくお願いします。今日皆さんがこう持ち帰れるかもしれないマナビというのが二つありまして、一つ目がアジャイル開発の価値や原則をチームに浸透させる方法。 チームの主導権を握っていないけど、チームを変える方法。この二つを、まあえー、メインとしたお話をしたいと思います。<laughs> まあ、私、大学、 あの10月に学園祭が開かれるんですけれども、そこを目指してですねあの、大学園祭のチームがありまして、私もそこにちょっと入ることになりました。そのチームでは、まあ、3つの問題が、えー、起きていたんですね。その3つが何かと言いますと、作業の目的や優先度、それをメンバーが把握できていなかっ、えー、判断できない、把握して判断できないということが 何のために会議をやるのかっていうのも、会議、分からずに会議を進めてしまっていたという問題。まあ、チームがお互い、まあ、雰囲気が悪いような状況になってしまっていました。この問題ですね。 どこかでこう見た覚えがあるなと思いまして。で、それが分かったんですけれども、スクラムガイドというものだったんですね。この内容をちょっと読んでみたいと思います。まず一つ目の問題としまして、その内容を把握できないという、他の人の作業の把握ができないというのは、まあ、透明性という問題。 まあお互いに作業を実行する人とそれを受け取る人に見えることが必要なんですが、それができていなかったと。その後こうそれができていないということは検査もできないというふうになります。問題があるだろうと。まあ、すぐにそれを見つけてあの解決する必要があるんですけれども、まあ、それができなくて、 まあ問題が解決できない状況になってしまっていました。で相談する際には、<laughs> こう何かを決定、決めるもの、まあ、相談の時には、まあ、調整できないと。まあ、透明性と検査ができないと、当然、そ適用もできなくなる。そういう問題が起こっておりました。で私は、 この3つの状況を改善すると、方法を考えました。1つ目、まあ、みんなに全体像とか目的、価値、優先度を、えー、はっきりと、えー、可視化すると <laughs> で。検査ができる状態にするということで、まあ、メンバーみんなお互いに、まあ、問題を把握できるようにする。 それに加えて、まあ、メンバーみんな協力し合って、話をして、解決ができるようにするという構造を作るこの3つの状況を作ることが本当に大事だと、えー、感じました。まあ、問題が、まあ、自分はまあチームの方針を決める決定権は持ってないんですけれども。 すべてを抱える立場ではないんですが、その後輩たちを、まあ、背負っていく立場ではないんですけれども、どうやって解決していくかというところだったんですが、まあ、その方法が3つ、浸透させる方法が3つありました、まあ。メンバー全員にチームの仕組みに問題があることを気づかせる。まあ、メンバー全員が経験主義と臨思考から出た見は、まあ、自分の意見より優先させる。 あと完璧をこう求めない。この三つです。一、まあ、つ目を詳しく説明したいと思います。皆さん、いきなりステーキ食べたことありますよね。あると思います。いきなりステーキが出てきて皆さんが食べられる。これはなぜかというと、当然、まあ、皆さんがステーキを食べたくてそのお店に行くからなんですね。まあでも、 いきなり解決方法は受け入れられないと。解決策が受け入れられない。それは解決したいと思っているわけではないというような課題。そういったものをみんな持ってるから、解決策を出しても、これはなんでやる必要があるのかとか、疑問が出てきてしまう。問題は考え方はもともとメンバー全員。 ま、チームとあとメンバー。<laughs> ま、本人の、まあ、この人が悪いんだというような考え方、属人的な考え方があったというようなところもあります。まあ、どういう方法がいいかということ、メンバーから、まあ、仕事苦しいとか、これが分からないというような、まあ、愚痴を出たこともあるんですけれども、 その愚痴を聞いてすぐにそうではなくて、まあ、チームの仕組みに問題があるんだから、まあ、困ってることが起きたら、まあ、あのメンバーみんなでしっかりとです、ね、あの向き合って話をすると、まあ、そのようなことを、えー、しました。 まあみんな、まあ、それは自分の問題ではなくて、あチームの問題なんだと、まあ、気づき始めるんですね。そうすると、改めてみんな、まあ、会議の時に、まあ、チームのその仕組みをきっかけで、まあ、ここを改善した方がいいとか、つてきます。実際にまあメンバーもそういったことで確認してもらいました。 まあ、いきなりあのこれをやってくださいとか言うのではなくどこにこう問題があるのか理由は何かっていうのをメンバーみんなに丁寧にこう説明をする時間を作る方がいいというふうに私は感じております、まあ、2つ目、まあ、みんなメンバーみんなのチームの仕組みに問題があることを気づいてもらってその後どうするか メンバーみんなの経験をしてもらうと。まあ、私の意見よりもそれをみんなで考えたことを優先すると。まあ、自分は、アジャイル開発の経験が2年目になりますけれども、そのぐらい、まあ、それで、本当に自分の経験から、こうやった方がうまくいくだろうというような考えは持っているんですけれども、 ただ、その経験を言うと、そういった、チームの経験から、そのチームに、その私の経験を持ち込むと、バグが起こるかもしれない。そうなると、やっぱり、まあ、それではダメだということで、まあ、チームが苦しむことになってしまう、だけになってしまうので、<laughs> 逆にあのメンバーの経験とかそういったものを、それをあのやってもらうことで、バイアスがなくなった状態であのできるようになる。その方がこうが解決、まあ、適用、解決策もできてくるんだろうなというふうに思っております。 1>, まあ1人の解決策を出すよりは、やっぱりメンバーみんなでその解決策を出し合って、高め合っていく、解決策を話し合っていく方が大事だ。まあ、私が入ってしまうと、メンバーみんなは私の言う通りにやれば大丈夫という風なには考えなくなってしまう。やっぱりメンバーがまあ自分で考えて、意見を出し合って、やってみるということを話し合うということが メンバーの成長にもつながると思うので、結果、チームとしても、より、まあ、長期にわたった、えー、考えとか、そういったものもできてくると思います。で、そういったことで私はこういう方法を、えー、取りました。で、あの完璧を求めないということなんですが、まあ、私がああ正しい答えを出すよりも、間違った方が、 ま、間違うこととの方が大事だと思っています間違ってしまってもそれを優先して一緒にやっていくというかまあ、なぜかと言いますとこう間違いがたくさん出てくるチームっていうのは伸びしろがあるんですね。まあ、昔を振り返って、まあ、ここを改善するとか。 そういったことも、えー、成長につながっていくと。で、メンバーが、まあ、自分の考えたことを、まあ、いろいろと改善していくというような、そういった、えー、感じる、気づかせること。<laughs> まあ、そ,ばそういう場がないと、まあ、メンバーが、まあ、問題が起きたから、どのようにこう改善したらいいのかとか、まあ、自分からそう動いてもらうということ。 まあ全て完璧を求めないで、まあ、一緒にです、ね、そう改善していく案を一緒に考えていくという方法を、えー、取りました。まあ、3つの、えー、結果、ですね学園祭運営チームは、まあ、解決したいことが分かって、まあ、完璧、えー、作業の,在体の全体像を大まかに把握することができました。 で私としてはこうびっくりしたことがありまして、スクラムを見つけたときですね。ここを改善したいというようなことで、スクラムガイドをもらったんですけども、これですね。でこれを、えー、見ましどこかで見まして、 スプリントゴールというものと、課題は、プロダクトバックアイテム。まあ、これをやると、まあ、嬉しいことは何かというと、まあ、書くことですかね。この、えー、プロダクトバックアイテムを実現する方法。まあ、みんなで決める方法。 まあどういうことが必要なのかというと、このプロダクトバックアイテム、スプリントバックアイテム、まあ、スクラムではないんですけれども、スクラムを見つける方法まあ自分で教えたわけではなくて、メンバーが自分で考えて、まあ、すごく良かったなというふうに思っています。ま,あ、まとめになりますが、自分でまあチーム を背負うのではなくて、まあ、問題に対してお互いに、えー、考えある仲間を増やすこと、そういった経験を優先して、えー、体験させてあげる、考えさせること、まあ、そういうことで、まあ、伸びていく、成長していくことが嬉しいと。まあ、チームを変えることが、そういったことで、それからまあチームを変えることにつながったのかなというふうに思っております。 以上で私の発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では質問の方を受けたいと思いますが。えっと、ディスコードの方に、えー、記載の方。お願いします。質問のある方。 いいらっしゃいますかね。まだ時間がありますので、はい、質問の方を記載していただけると嬉しいです。 質問いただきました。実行委員はいはいはいあ、はい、すいません質問の内容を読ませていただきますすいませんま、えっと。実行委員がコーターの話に乗ってみようやってみようとなったきっかけとかエピソードはありますか それはですね、まあ、自然、まあ、私、まあ、今の状況をどう思うかと聞いて、まあ、実行委員長、まあ、お互いにその問題で困っているということをおっしゃっていて、まあ、そのどうしたらいいのかということを、まあ、私の方からこう、 考えさせて、まあ、実行委員長が自分でこう考えを説明してやってみようというような話になって、まあ、やっぱりまあ自分でまあ問題を見つけて、自分でこう解決する方法を考えさせる経験、まあ、やってみよう、乗っかってみようというふうになったのかなとあ私は思っておりますす以上ですありがとうございます。 もう一つぐらい質問受けられるかなと思うんですが。 さんがアドバイスをしている。<laughs> そうできょうは、な <laughs> の後です。<laughs> 正解が出んてるがいいことですね。はい。は質問がなければ。 時間になりますが。いいですかね。かなちょっと私、質問してもいいですか今書きましたあの。自分の意見をチームの人に言わないのはなんか怖くなかったりします。はい。いかがでしょうかありがとうございます。まあ、怖くなかったといえば嘘になります。やっぱり、 まあ、どういうふうにやったらいいのかっていうの私は分かっていたりするので、まあ、自分で、まあ、やっぱり自分、まあ、あの経験が年上だったっていう年上だったっていうこともあって経験も上だったので、まあ、メンバーが まあまあ、意見を言うのはやっぱり自分が発言してしまうとメンバーも自分の意見を言うのは怖くなってしまうのかなというようなところもあったので、まあ、そういったあの遠くからこう見守った方がいいのかなと、まあ、遠くからこう見守る方がこう,うまくいく。 長期的に見れば、その方がうまくいくのかなと思いまして、えー、発言をせずに、自分の意見は言わずにみんなで考えてもらいました。はい、ありがとうございます。じゃあ、時間になりましたので、えー、こちらで,で質問を、えー、閉じたいと思います、えー。発表、ありがとうございました。